こんにちは、スワシワスです。今日は、TikTok の事務所に誘われたけど、落ちた話をします。僕実は、辛い時は僕を見てが、最初にバズった頃、2021年の11月頃にですね、TikToker が、多数所属している事務所から、所属しませんかっていう、オファーというか、が来まして、で、とりあえず一度、面接、ウェブ面接、オンライン面接しましょうかっていう感じで、オンライン面接、ビデオ通話したんですけど、その後、何の音沙汰もなく、まあ、結果、まあ、落とされたという、形ですね。勝手に僕は落とされたと思ってるんですけども、でも、その落とされたという結果は、僕的には、いい形というか、逆に落とされてよかったなと感じているんですね。で、その理由は、僕、まあ、こういう、まあ、お上品な、お上品で清楚な歌を毎日作ってるじゃないですか。で、それが多分その事務所に所属したら、そういうお上品な歌できなくなると思うんですよ。まあ、その事務所のイメージもありますし、なるべくクリーンというか万人受けする事務所でありたいと思うので、どこの事務所もね。だから、あえて、この人、スワシワスさんは多分事務所に所属しないで自由に、一人で自由に活動させてあげる方が、多分本人にとって幸せだろうなっていうふうに察してくれたから、あえて落としてくれたんじゃないかなって僕は思っております。はい。なので、向こうから誘われて、で、結局、音沙汰なくなったけど、僕は、前向きにというか、僕に対して、僕のことを思って、愛のある落としをしてくれたなって勝手に解釈しております。なのでこれからも今のところ僕はどこにも所属せずに一人で自由にお上品な歌をいっぱいこれからも作って皆さんに発表していきたいと思っております。はい、そういう話です。これからもよろしくお願いいたします。またね。バイバーイ。